え皆さん、こんばんは、シューです、えー。昨日のコンテンツは見ていただけたでしょうか。えー、またよかったらご覧になってください。えー、今日ね、本当は成功のシルバーウェーブをしようかなと思ったんですけどもあの、ちょっと面白いのがね、あるので、ちょっとこちらを先にしようかなという感じでございます。こちらです。で、えー、こちら、シチズンですね。シチズンのオリンピアカレンダー。 リファレンシャル番号が E24816 こちらがリファレンシャル番号でいいと思うんですけど、うん、多分という形で言わせていただきますで、えっと、こちらの方大きさ 35.5mm、えー、ケースの厚さが 6.9mm ラグズラグは 40.5mm キャリバーは、えー、オリエントの手巻き18席の手巻きを積んでいますでちょっ ちょっとね面白い感じでしょ、うん、で昨日ちょっと撮影して,てちょっと思ったんですけど黒のストラップをつけてるとこういうねこうなんだろうこういう黒の場所にするとストラップの形が全然見えなくってボケたのでちょっとこういうぬめ側のね上に置くような形にさせていただきましたまあこれはたまたまちょっと置いてるだけですけどねちょっとこう。 こんなボールペン、僕がちょっと筆記に使ってるボールペン、結構気に入ってるんですけどね。で、えー、この前言ってた、えっ、ー、と、タカの、の、えっと、あのー、ゴールドの方に、このおっちゃんベルトがつきました。どうですかこういう感じですね。で、ちょっと形のおしゃれなこういうバックルに変えてみました。いかがでしょう ちょっと良くなったでしょこんな感じです。で、ちょっとこちらを見ていくんですけども、まあ、遠いところですね。ちょっとこういう感じ。こういうまあラウンドケースで、少しラグがね、こういう形のラグをしているものを、こんな感じですね。で、裏に、よいしょ、こんな感じに、オリンピアカレンダー、オリエン OGF。これ何でもこうやってんとか GF って O とか C とか S にするんですね。これはその、そういう決まりがあるのがただ単にそういう風になってるだけなのかちょっとわかんないですけども、まあこれオリエントゴールドフィールドっていう感じなのかなと思います。あの、ちょっとその辺はっきりわかんないんですけども、裏ボタン結構ね、こうやって傷が入ってますけども、表はね、まあまあ綺麗かなと。 こんな感じですね。こういう感じですね。で、ここですね、一番ちょっと面白いのは。で、持ち場にちょっとね、汚れが入ったりとかしてて、あの、この辺はね、ちょっとまあ、綺麗にできる時があれば、してもいいかなとは思うんですけど、この風防を開けるのが、まあまあ怖くて、ちょっとね、まあ、とりあえずしばらくはいいかなと思っています。こんな感じ。 オオリリンンンカレンダーオリエントと書いていてますねでこういうこれなんでしょうねこうちょっと近づけますね何ていうんでしょうねこういうのこの周りにこうシルバーのねなんかボコボコボコっとしたものがついていてこういうふうに二段になっているんですね文字盤がでまあこうデート機能があって で、このバインデックス的なものも、なんていうんでしょう、この4つ角をね、全部こう削っていまして、なかなか面白い形をしています。こんな感じ。で、ラグもこういう、こういうの、なんていうんでしょう、ツイストラグとか言うんですかね、ちょっとこうねじったようなね、感じの形のラグがついていまして、なかなかあの凝った形してるんではないかなと思います。どうでしょう。 こんな感じ綺麗でしょう,こういう感じですね。で一応黒の文字盤でこのインデックスは全部ゴールドでこのインデックスとインデックスの間にあるものがねちょっとはっきり僕には何かわかんないんですけどもうちょっと近づけれないかなちょっと近づけすぎかな、まあ、こんな感じのものなんですね。 これがね、ちょっと何か僕にはわからないですけどこうこう細かいものがはめ込まれているような感じのものですね。面白いでしょ結構。どうですかこういうところにちょっとね傷なのか誇りなのかちょっとわからないですけどもそういうものがちょっと入ってはいるんですけどもねまあ全然いいかなと思っています。こういう感じですね。 うんこんな感じ。どうですか結構面白いでしょう、うん、で、あの、とりあえず、ちょっと間に合わせというか、こういうね、ストラップを作ってみ、あの、つけてみて、これね、なんかラグがね、結構キュッとこう締まってて、15.5なのか16なのかぐらいだと思うんですけど、ちょっとね、はっきりしないので、その辺はちょっとね、様子を見ながらという感じかなと。 持っていますで、バックルも適当にこういうね、これ多分成功かなんかなんですけど、持ってきて、まあ、とりあえず一旦つけたという感じですね。どうでしょう。なかなか面白いものが来たな、という感じ。ちょっとやっぱりライティング難しいな、これな。こんな感じですね。どうでしょうか。うん、結構面白いですね。ちょっとつけていきましょうか。よいしょ。 またかのはね、こんな感じに綺麗になりました。めちゃくちゃ綺麗な感じになりましたね。うん、一気にね、いい感じの時計になりましたね。やっぱりこのレーザーストラップなかなか雰囲気を変えますね。とっても雰囲気が変わると思います。こんな感じですね。うん、よし。で、これね、まあまあしっかりした大きさがあるように思いますね。 なので、すごくちっちゃい時計ではないですね。よいしょ。ちょっと待ってくださいね。よっ。こんな感じかな。よいしょ。こんな感じ。ラグトゥーラグがね、えっと、何本だったかな。40かな ?40.5 かなうん。ラグトゥーラグが40.5あるので、小さくはないですよね。全然。 うん、この時代にしては大きいのではないかなとまあ時代がねはっきりちょっと分かんないんですけどもあまりねそのうんちっちゃい時計という感じではないと思いますねこんな感じどうですかちょっとさライトがちょっとね難しいなこれ本当にちょっと避けますねライトねこんな感じですねどうですか なかなかいいんじゃないかなと。うん。この「オリンピア」というシリーズ、まあまあたくさんね、文字盤のシリーズがありそうでしたね。うん。あの、もっとシルバーのものもあったし、もっとこの彫りがもっと深いようなね、バインデックスのところのものがあったりとか、かなりいろんな形がありそうなんですけども、ちょっとまだはっきりとは調べる。 なくって、まあ、とりあえずこれをちょっとねチョイスしましたけど結構綺麗でしょ面白い時計ですとってもこんな感じどうですかこれライトほんと難しいなごめんなさいねちょっと難しいなライトなこんな感じですねなのでちょっとこうマネジマ見てもらうと これ真ん中の黒い文字盤もね、こう、なんて言うんだろ円みたいなね、こういうラインがバーッと入ってるんですよ。ツルツルではないんですね。うん。こんな感じ。綺麗でしょこうやって見ると。すごく。なんかこう、綺麗なね、時計かなと思います。先輩とか多分もっと詳しく知ってらっしゃると思うんですけどね。うん。ちょっと僕にははっきりではなかったので、あまりこう、 詳しいことをちょっとお伝えすることできないんですけどもこの辺はね結構ネットでも出たのでぜひちょっと調べていただいてめちゃくちゃかっこいい時計ですよ、うん、あの今こんなこうなんて言うんでしょう文字盤をがっつり作るとすごいお値段になっちゃうんじゃないのかなと思うんですけどね僕やっぱりヴィンテージ見てるとそう思うんですよねうんあのやっぱり手の込んだ文字盤をしてるものが多くてあの で今みたいなねその技術も多分ないでしょうからその辺を手作業でやったりとかねいろんなことされたと思うんですけどもそういうところにこうまあそのヴィンテージの価値観と言いますかいうものはあるんだと思うんですよねなのでそういう見方をしてあのブランドがどうのこうのではなくて楽しめたら面白いかなと思います今日先輩がなんかねちょっと僕も聞いたことない時計を載せてらっしゃって なのでまあそういう風な例えば文字盤の作りが綺麗だなとかケースの形が綺麗だなとかいう感じで見ていっても面白いんではないかなと思います。やっぱどうしてもこうね成功例えば七寸とかいう形にとらわれやすいと思うんですよね。うんまあ僕もそうなんですよ僕も思いっきりそうなんですけどもそういうことではなくてその例えば60年代例えば50年代とかになったら ねまあ、60年代ぐらいで潰れてる、ねあのー、クォーツショックで亡くなった会社とかたくさんあると思うんですよねそういうところでその当時、えー、小さいと,とこでも作ってた時計とかをね見ていったら結構ね安くって面白いものが見つかるんではないかなという感じがちょっとしますねうんこんな感じですどうでしょう なんかブラね、ノートンくんがちょっと言ってますけどもこんな感じちょっとねライティングやっぱりもう少し考えていきますねうんなので、えー、その辺もちょっと考えながらいきたいと思います、うん、今日はこんな感じで先にちょっとねオリエントこちらのオリンピアカレンダーこちらを皆さんと一緒に見させていただきました、えー、チャンネル登録ね本当にいただくと嬉しく思います今後も一生懸命頑張れさせていただきます 頑張っていきますので、えー、またよかったらチャンネル登録いただいてお時間あときにご覧いただくと本当に嬉しく思います、えー、皆さんのコメントは必ずお答えしてまいりますので何でも結構でございます、えー、コメントいただきますと非常に嬉しく思いますのでまたよかったらコメントもお残しくださいませ今日はこちらオリエントオリンピアカレンダーこちらを皆さんと一緒に見させていただきました 本日もご視聴ありがとうございました。また次の動画でお会いいたしましょう。さようなら。